さん。ああ、シンファ。それと日本の若者だね。また花橋のことかい。はい。お前さんたちには関わりのない昔のことじゃと言ったはずじゃ。これを。これは宝物鏡。なぜこれを？父が残したものです。俺はこれを頼りにこの村へやってきたんです。花橋ができた時のことを教えて、お願い。祖さんも孫さんも楊さんなら知っていると。祖と孫にもあったのか。はい。あれはもう70年も前、戦闘2年、わしがまだ娘の頃の話じゃ。都から宮廷の使いがこの村にやってくることになった。その使いを迎え入れるために村を挙げて新たな橋を作った。それがあの花橋。つい夏の日の午後だった。祖と孫、そしてわしは都からの使いの一行を一目見ようと花橋のたもとでワクワクしながら待っておった。一行はとうとう現れた。そのみやびないでたちはこの目にも昨日のようにはっきりと焼き付いておる。使いは塔が緑石の鏡を最高の石彫り師に作らせるために来たのだ。最高の石彫り師。八ヶ村は貴重な塔が緑石の取れる唯一の産地。ここの石彫り師の中でも縁の一族の腕は都にも知れ渡っていた。時の宮廷は特別な鏡を作るために縁の一族を指名したのじゃ。そして使いから縁の祖父に一枚の鏡の絵図が渡された。家にあった鏡の図面はその時のもの。万願寺で見つけた花橋の写真にも同じ模様が。父の採掘場にも同じレリーフが。この鏡に同じ模様が。何も言うな。鐘楼に登るがよい。6つの鍵が土間にある。鐘楼に。鍵となる木札が6枚ある。そのあたりをよく探すんじゃ。竹の模様かな。おばあさん。なんじゃ。木札が。これは
酒の絵が描かれている。それじゃ。変わったところは何もないな。中には何もない。変わったところは中には何もない。これは乾燥。これは関係ない。鶴の模様だ。ここに木札が。どれ、何が書いてある？鶴の模様です。それじゃ、よう見つけた。これは竜の書かれた木札だ。一緒に紙があるな。何か手がかりになるかもしれない。一緒に持っていこう。これは関係ない。鍵を。剣の模様かな。おばあさん。ん？何かあったか？剣の模様のある木札が。うん、それじゃ。
拳の模様に見え木札がここに。なんじゃ、どうした。拳の絵の木札が。見つけたようじゃな。薬か。おばあさんが作ってるやつか。天秤。木札が。何か見つかったか。月の模様の木札が。それじゃな。これで6枚だ。おばあさん、全部見つけました。おお、そうか。それを持って鐘楼に登るのじゃ。